はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソンググレイ編では最後ですね、イスマス城の地下サルインを倒しに行きたいと思います。敵あんま強くねえな、こいつらは。サクッと倒そう、サイコブラストで弾き打ちが結構いいっていうのが分かったんで。どこだ、ここだよね早すぎてどうなってるのかよく分かんないけど、まあまあまあいける。で最初喝殺いいんじゃねえか、蹴散らないで。雑魚戦いて死んだあれちょっとナメプロしすぎてんな。ここで LP 減らしたくないんだけど、こんな強かったっけ雑魚的。まだ上がるね、後ろ取れなかった。ムササビシュート、ムササビシュート結構使うかな、6使うから悪くないはずなのに。変幻術でいこう、しょってから全力を出す。痛い、普通の敵やっぱり強いっす。サイコブラスト2発でも倒せないか。でもさ、もう戦いながら行った方がいいのかもしれないね、上げるためにステータスを。派手にやろう。みんなどれくらいなの、全然把握してない。グレイが576か、一番低いのがクローディアで477。アイシャよりクローディアの方が低いんだ。よしゲビビった。これ何倍、3倍か、なんか3倍もちょっと慣れてきた、把握できるようになってきた。戦闘内容がトラプトがいるか、カワーデビル。いいねいいね、草とかも全く使ってないからな。2周目とかはね、いろいろもう少し深くやっていきたい。それこそスキルを生かして、お宝のチップとか全くやってないからね。さてイスマス城の地下、これ地図かな。お、地図だね。敵はまだいるな、余計やつが。たまにやっぱ弱いやつ出てくるな。サイコブラストで終わるような。で弱い敵だとやっぱり当たらない、上がらない。あ、こいつらむしろ最悪なやつらが出てきたな。源流ギガントアーム2体いんじゃん。え、どうする、藤娘1回ミリオンダラ使えねえ、12も使うのか。で参加しかもちょっと全体攻撃を使っていこう。だったらブレードロールだな、久々のブレードロール。でここも、あ、今レイティア使ってたじゃん、ずっと気づかなかった。なんか死んないけどガードした、早い。誰かを倒したな。ちょっと数を減らしたいからね。もういや藤娘はちょっともったいないから、ここはまたムササビに戻すか。グレードロードは1しか使わないし大丈夫。レイピアもいいや、火力が出るわけじゃないから。さあここから単体攻撃、
モーグレに切り替えてアクセルターンで大地の剣に切り替えて変幻自在。だいぶ減ってきたらもういけるでしょ。オッケー、上がります。お、ここか。ラストダンジョンに進むと引き返すことはできません。進みましょう。ここが入り口か。ニューロード。あ、ジュエルビーストね。ジュエルビースト普通のサルより強いって言われてるから無理なんだよね。すげえ敵いっぱいんだけど。めっちゃ攻められてんじゃん。ラストダンジョン宝箱、ちゃんと戦ってこう。チェイン、植物の先手は取った。帰れないってことはさ、当たり前だけどもう BP とかじゃなくて EP とか回復できないの？武器壊れたら終わるじゃん。じゃあちょっとあんまり減らないやつでいかないの。死ぬのか。つかこいつ全部強いからな。いや、スイングダウンでいいや。で、結局クラス的には3なんだよね、みんな。そんなにそこまでデュエルがたまってないんで。これでもっとクラス5とかになってればだいぶ違うんだろうけど、チームでそこまで上げるのはやっぱり無理だよね。よっぽどいろいろイベントをうまくこなしていかないと。サイレンスターン、ゲッ、スタンしてた。あとはお前だけだ。なんか宝箱とかあんのかな。こっちくぼみになってるけど、じゃ宝箱サーチは一応つけてきてるけど、あれここさ、なんか発見されなくね。え、超優しいんだけど後ろ取れんじゃん。取れるよね。ガンガン攻撃できるってこと。よっしゃ、 BP 上がった。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃあこれどっちだ。全然かわしながらいけんな。テオドール早い。ハインリヒ、体は大丈夫なのか。こんな時に寝ているわけにもいくまい。それでクジャラートからの使者は何と。エスタミル防衛のために救援を要請してきた。私のところにもとんでもない数のモンスターがニューロードを移動中だという情報が入ってる。クジャラートとは長い間の敵同士、どうなさるのですか。エスタミルの民に罪はない。彼らを守るのは騎士団の義務だ。クジャラートを助けるために出兵する。ハインリヒ、後の守りを頼む。この体ではそれくらいしか役に立てんな。情けない。ラファエル、しっかり働くのだぞ。いや、ラファエルにはクリスタルシティへ行ってもらう。ローザリアに使者を送らねばならない。ローザリアにも兵を出してもらわねば。今回の戦いに勝ち目はない。私もテオドール様と戦います。今度こそお役に立たせてください。言ったであろう、ローザリアへの使者の役目は戦いを左右する重大なものなのだ。お父様、ラファエルをエスタミルへお連れになってください。ラ
ファエルの決意を汲んでやってください。ローザリアへは私が参ります。コンスタンス、お前はナイトハルト殿を説得できるのか。ナイトハルト殿下は聡明な方だと伺っています。世界の危機です。必ず分かってくださると。コンスタンス、すぐに支度せよ。ローザイリアへの早船を仕立てさせる。ハインリヒ、出陣の準備を手伝ってくれ。分かった。私も。コンスタンツはすぐに立たねばならん。別れを惜しめ。ラファエル、さよならは言わないわ。世界は必ず救われる。エスタミルで会いましょう。そうだね、コンスタンツ。できるだけ早くローザリア軍を連れてきておくれよ。それまでしっかりエスタミルを守ってね。あれ、これラファエルとか仲間にできるから、仲間にしてるとどうなんだ。ちなみにナイトハルトも普通に仲間にできるんですね。ナイトハルトは仲間にしてても普通にナイトハルトイベント進んでいくんで、影武者かって言われてる説ある。あ、え、これなんでこれ、え、こいつなんだ、なんでこんなとこにいんだ。ここまで来るとは思わなかったぞ。あの時殺しておくべきだった。これアサシンキルドであったやつか。死ね。ちょっとここはまあ全力例の力や、いや減らしたくないな、減らしたくないってことは、あ、イドブレイクいいんじゃん。こいつら魔法使ってくるからな。イドブレイクは知力を下げられるからでさ、なんか補助魔法覚えてこようかなって言ってたけど覚えてねえよ。知力下がらなくなし通るね。防御力低いのかな。さ、ヘルファイヤーでもまあ190200近いか。あ、下がった。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。違う違う、見えるだから精神が下がったのか。全然対応できんな。じゃあ回復で、まあシフかな。じゃあ古典でいこうも。次頼むよ。よし、下がった。3300下がった。敵って BP どうなってんだ。なんか3回攻撃してるけどさ、3回分減ってんのかな。んー、モーグレイが34からスイングダウン。さあグレイ3連携過激倒した。弱い。最終試練を乗り越えた。アートだとこいつ弱えな。何これ、こっち行けんな。え、ところがこう、やった戦士の飛躍。すげえ普通なんだけど。敵の本体が来れば戦いはもっと厳しくなる。コンスタンツがナイトハルトを動かすことができるかどうかだ。コンスタンツ頼むぞ。てか別にミニオン倒さなくてもよくない。ちょっとここ狭い。え、だってこっち進めんじゃん。先にまたいるのかな。いる。私はサルウィン様の一のしもべワイル。あなたの人生もここまでです。死ね。いや、こいつさ、さっきのやつ、あれミニオンワイルだったっけ、ヘイトだったっけ、なんかわかんねえけど、こいつがワイルか。倒されたこと知ってんのかな。割と簡単に。よし、下がった。
最終ジャンプまで行ったの。あれなんか、あ、魔法唱えてんのか。暗闇になってないってことはそういうことじゃない、シャドーボルトを唱えてるからか。2回攻撃の魔法の、しかも基礎攻撃で終わるからマジで雑魚だな。まあ、ちゃんと回復はするただ。ヘルファイア115、シャドウボルトの補正100台でしょ。で弾き打ちやっぱいいな、2であれだけのダメージが当たるんだったらコスパがいいな。下がれ、連携で下がらない、連携倒した、オーパーキル。で宝箱だけど何が入ってる。ミイラ薬スーパーか、ミイラ薬持ってんだよね実は。ミイラ薬スーパー LP 大幅に回復、あれミイラ薬持ってないよ作んなかったっけ俺。まあいいや、 LP 回復できるのは結構でかい。え、あ、こっちもいける、別に何もない。あれ開かない、え、開かねえじゃん、騙された。こいつらをサクッと倒して アクセスターン。何もわからん、じゃあ先へ進もう。騎士団はクジャラート救援のためにエスタミルへ向かいました。どうかローザリアも兵を出してエスタミルを救ってください。これは世界の危機、政治の問題ではないはずです。使者殿、ローザリアもエスタミルを救うことに躊躇はない。クジャラートとの確執も今は忘れよう。しかし帝国がどう動くかこれがわからない。帝国はメルビルでの騒乱の結果ローザリアに侵入する余裕はないと思いますが。だがローバン公は帝国の精鋭を率いたまま待機しているようだ。イスマス城が失われた今、ローバン公の動きを無視してローザリアをガラ空きにすることはできない。殿下、それではエスタミルと騎士団は見殺しです。ナイトハルト殿下がこの危機にあたって何もせずに傍観なさるなど私には信じられません。使者殿、皇帝陛下に使いを出すことにしよう。兵を引かせてもらう。ローバン公が兵を引けば全速でエスタミル救援に向かうと約束しよう。ありがとうございます。その使者、私が参ります。一刻も早く救援を。無理をなさるな。ローザリア医師、足の速い馬で使者を送る。安心しなさい。これがどれくらいの時を得ているのか。エスタミルを攻撃してお前のような繊維ずらした者どもを引きつけておく計画だったが、一足違い無駄だったか。エスタミルを攻撃だと。クジャラートは孤立しているからな。予定外だが師団は救援に向かった。だがローザリアは予定通り様子見だ。モンスターの圧倒的力で憎きミルザの騎士団ともどもエスタミルを滅ぼしてやる。大量の人間の血がサルーイン様を呼び覚ますのだ。そうはさせん。これ2人しかいないけど俺1人倒してないな、これ2人しか出てないもんね。でワイルドストライフを倒したのか。あれ最初にいたの、じゃあちょっとどこにいたのか分かんなかったっす。でも大したさ物手に入んなかったからね。まあミイラ薬スーパーは
まあ、100歩譲って100歩譲ってだな。だけどさ、戦士の薬とか普通に買えるし。これ4回攻撃になるとちょっときついかもしれない。インペリウムって何？え、なんかは？なんかが上がったぞ。1体削るまではちょっと回復薬を2人にするか。しっかりと回復させていく。3体になると初手が辛そうだよね。6回攻撃されるってことでしょ。数の暴力だ。うお、やられたか。グレイはちょっと LP を使うからな。なるべくだったら LP を。うわー、連携使ってきた。これはちょっとバーバラ死んだな。689。てか何回攻撃してくるのこいつら。あいしゃ、数が増えると結構辛いな。舐めていたけど、2人回復に入るともうちょっと手数がだいぶ減っちゃうからな。これディスティニーストーンの力かな。大丈夫。クレイは食らうよね。300か。いや、すでに300ずつ食らってる。ヒットカッターがさ、知力によって違うのか。ちょっとまず1人減らしたい。レフトハンドソード使えばいいんだ。何を使う？レフトハンドソードね、なんか普段使う必要がないんだよね。 LP も使っちゃうし、攻撃力は高いんだけど、そうするとやっぱ弾き打ちがコスパがよろしい。で、3人は攻撃しときたいよね。ちょっと敵の数を減らしたいから。よし、倒した。これでだいぶ楽になるでしょう。無速、この辺の方でも1回しか当たらないからね。243。ヴェルファイアも1回死んだけど、集中攻撃だったからしょうがない。で、LP8。 いや、ないよ。強心剣とか2使うもんな。八つ咲きでちょっと様子見る。1減るくらいだったらしょうがない。変幻自在、いや変幻自在15だから、なくて7だから。あ、強技はつらいな、連発して打つのが。300、やばい。ミナツ食らうと3回攻撃か。まだやつだけいける。確かにこれ3人いたら辛かったな。しっかり回復させとこう。3回攻撃してくるから。いやー、落ちた。グレーも2回攻撃の時と3回攻撃の時やんな。カスミニラも580。カスミニラで580も当たんの。防御力は少ないよな。3回か。これ黒で落ちたな。400か。あ、ちょっともう減っちゃったかな。カットインでいこう。アクセルターン。ちょっとクローディアを生き返らせらんない。でももう攻めていいでしょう。カットイン、奥義発動してくんないかな。いやー、落ちクレームした。いや、強えぞマジで。使うか。高級傷薬はまあそこそこ数あるからな。
あんまり使ってないから今回ちょっと蘇らせる方向で行こう。でまた霞みたいな霞星が過激回復量はアイシャの癒しの水の方がちょっとだけ多い。やばいアイシャ狙われた。しかしウィンドカットは効かないはず。アイシャにこうよし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 。ディスティニーストーンいいね。あんまりそこまで細かく集めに行ったわけじゃないけど、まあ、取れるものを取っていくっていう。グレイちょっと回復しておいて、あアッパースマッシュ使えんじゃん。もう終わりにしようこれで。補填ヤシの水大地の変1194アッパースマッシュなかった。でもアッパースマッシュ減るからな武器ポイントが。信じられん。だがその戦い方覚えたぞ。え、なんか覚えられたんだけど、これなんかサルインに許可されるのかな。これこの先サルインの間だよね。もうちょっと待って、決戦前になんか出るのかな。一応セーブして。勝ち目はありますか。ローザリアがモンスター軍の背後をついてくれなければ勝てんな。城壁を破られることはあるまいが、我が兵が北に釘付けでは南の騎士団が持つまい。サルウィンが蘇ってしまえばそのような心配も無用になる。というわけでサルウィン戦来ましたので、サルウィン戦は次回最終回ということでやっていきたいと思います。ついに来たか、この時は。